どうもこちゃんめめです。今日も神 VS 神の解説をやっていこうと思います。では見ていきましょう。さあ、このツモは DT4 ですね。DT4 を組んで、マフマスさんが、これ右寄りのカウンターですね。紫薬科の2ダブの3はある。が、しかし上に切り替えましたね。さあ、エルミノ大ミノでパフェを取って、ジェミノは少し置きミスしてしまったが、まあ、なんとかドネイトで火力を送って、4連鎖で完全総裁ですね。あ、アップデート内容で後打ちの火力が下がったんで、今のは帰れなかった。やはりアップデートかなり効いてますね。後打ちの火力の弱体化はだいぶ影響するんでね。さあ、5ダブ打たれる。これは受けてからテトリス。受けてからテトリス打って、まあ下穴が結構直列で来ているので、これはまあ割とすぐに掘れそうですね。さあどうだ、積もって、回して黄色発火で、幽霊で、なるほど、赤乗ってて、青も乗ってて、3連鎖。さあ非常にわかりづらい。Tスピン作ったけど、これはテトリスにして、連をつなげる方式に変えましたね。さあ2ダブの3。さあこれは先に火力を送っておいて、2ダブの3を全部受けてから相手に送る。おっと、今のは、赤発火の4連ぐらいあったように見えたが、量を計算して帰んないことを確信して諦めたのかな、多分。まあその後の追撃もありますからね。さあ、パフェ済みで、少しミスって、Z ミノも置きミスして、これ、割と時間与えてるんでやばいぞ。さあ、かなり組まれてて、青発火。さあ、青発火される。これ、結構あるね。1、2、3、4、5、6、7。9連鎖か。9連鎖、でかい。9連はちょっとまずいんじゃないか。さあ、急いで火力作りに行って、テトリス打って、さあ、Z ミノ削って刺さる。か、ギリギリか。ギリギリ。危ない。さあ、やはり開幕の置きミスはかなり致命傷になりやすいですね。ギリギリ耐えたものの、かなりきつい。Tスピンダブルと打って、ダブル消し、ダブル消し、発火される。紫じゃない、赤の段差が揃って6連か。6連差打たれるけど、なんとかこちら掘り切りましたね。しかし掘り切ったが、穴腹がかなり来ていて、依然と苦しい状況で、エスミノもミスる。さあ、うまい感じにダブル消しでリカバリーして、連を繋げる。さあ、4連飛んでくる。4連は受けてから、Tスピンダブル打って、相手に火力をとりあえず送ってますね。まあ、ここで掘りに行って、2連鎖。2連鎖は掘り連の方がでかいですね。さあ、3連鎖。これも受けてから相手に送る。さあ、掘り切った。掘り切ったけど、これもうだいぶ時間が経過してるんで、マージンタイムがそろそろ来るよ。マージンタイムが来ると、まずそうだ。マージンが来ると、マージンきついんで。はい、なんでもないです。Tスピンダブル打って、これは4列連チックにしてるけど、連はあまり強くないので、普通に平積みに切り替えましたね。おっと、刺さる。今のちょっと自陣見てたんですが、どうだったの？引けなかったのかな？それとも、運が悪かったのか刺さりましたね。マージンが入っていたので、だいぶ、こちら側は辛かったですけど、うまい感じに刺さる。さあ、Tスピンダブルから STSD で、さあ、ここで空中 Tスピンダブルからダブルダガー。さあ、どんどん Tスピン作って火力を送って、単発じゃない2連鎖。これはかなり埋まってるように見えるが、なんとか3列目に2個振らずに、2連鎖打ってくる。こちらは引き続きダブルダガーですね。さあトリプルダガー。ドネイトでトリプルダガーにして、Tスピンダブル、Tスピンダブル、Tスピンダブルと。さあ、これは鬼畜の火力を送って刺さると。今のドネイトはいいですね。かなりの、火力の構築の仕方が良かった。まあね、ダブルダガーでさらにその上にドネイトを作って、トリプルダガーと。実質トリプルダガーでしたね。あ、これは良かったですね。
あ、もう一個見ていきましょう。これは開幕 TSD かな。開幕 TSD ですね。まあ、最初のネクストで大体開幕は決めているので、まあ、自分の中でわかりますね。開幕 TSD からインペリー、あ、Tスピンダブル、Tスピンダブル、青ハッカの4連、じゃない、紫入ってるか。あ、黄色も入ってるのか。6連でかい。5連かと思ったけど6連だった。あ、6連打たれて、TSD の構えで TSD、スターナを少し埋めているが、まあとりあえず TSD は強いんで、まあ悪くはないと思います。さあ、ホリデン繋げて、紫アッカの2ダブの3か。さあ、完全総裁で2ダブ。これはでかい。こちらに6ライン振る。下穴がかなり穴バラなんで、早めに解消しないとまずいですね、これは。さあ、TSD でリカバリーして、5ダブが飛んでくる。5ダブを受けて、トリプル消し。しかし、これ、ちょっと掘りづらいぞ。ダブル消し、トリプル消し、ダブル。さあ、だいぶ掘りづらい。さあ、その掘りづらいのに対し、同時消しからの4連で、ギリギリか、これ。いや、刺さるか。刺さってしまう。これは、どうだったの？地形悪いのを見切られて、同時消しプラス連鎖で追い打ちしに来ましたね。穴バラがどれぐらいいってるかっていうのも、まあちゃんと見てるんで、まあそこの判断もやはり逃さないですね。地形がいいか悪いかっていうのもちゃんと見て判断してるんで。さあ2ラブ。これはかなり火力が出そうな地形ではありますね。テトリス、ティスピンダブル、2ダブで返されるが、さらにティスピンダブル、テトリスを打って返す。再び2ダブで返りはしないか。さあ、それに対しティスピンダブル、テトリスを追い打ちして、これ平積みですね。緑ハッカの4連で黄色ハッカの5連。さあ、積もって緑ハッカで4連差かな。さあ、それに対して、こちら平積み。あ、5連差だった。緑まで入ってた。それはちょっと見てなかったですね。緑までの5連だった。さあ、平積みで、テトリス。テトリス。2連差。これはまだマージンは入っていないので、火力は返っては来ないですね。さあ、エルミノの置きミスした。3ライン消しで妥協して2ライン消し。とりあえず相手に火力を送ってますね。さあ、このまま長引くとマージンタイムが来るんで、だいぶきつくなってくる。さあ、埋まって。回らずに、緑来るか。緑来て、2連鎖。さあ、黄色の発火点が残ってて、再び2連鎖。さあ、なんとか耐えれるか、これ。連結2連。おっと、完全総裁。今ので完全総裁するということは、マージンが来たか。いや、まだマージンは来てないか。いや、来てそうだな。マージン来てる説ありますね、これ。まだ、テト側のマージンは入ってないけど、プヨ側のマージンは入ってる気がする。さあ、Tスピンダブル、テトリス。多分、マージンの火力増加って、その、ぷよ側の方が早いんですよね。マージンで火力が増加される、タイミングが、ぷよ側の方が、テト側より早いので。テト側は、攻撃力変わってなかったが、ぷよ側は、おそらくもう、結構前から変わってたと思いますね。パテトリス打って、ギリギリ耐える。しかし、これ辛いぞ。さあ、その掘り方は、歩みの要求、にしてしまったんで、あまりいい掘り方ではないのに対し、これ、何連鎖だ ?7 連鎖。普通にでかい。7連打たれて、さあ、ギリギリ耐えるが、1ライン消しで火力を送れるようになったのはでかいが、追い打ちの3
関連、あいみのを一番端に置いてなんとか耐える。さあどうだこれ。4連鎖、ギリギリか？ギリギリ、危ない。しかし、Z ミノが、左側に、回らずに刺さる。あーいやー、マージン入ってたんですからね。入ってましたからね。かなり、厳しいですね、やっぱりね。クヨガの攻撃力が一つ一つが非常にでかいんで、うまく掘りつつ、相手の場面を見ながら、刺して火力を送っていかないと、ケト側にはかなりワンチャンないんで、マージンまでやはり生き延びられたら相当苦しいですね、立ち回りが。さあ6連撃たれて、こちら平積み、テトリス打つが6連がでかいんで帰んない。 T スピンシングルかな、 T スピンシングル、ダブル消し、2連鎖、2連鎖だと完全総裁か、1個くらい振るかなと思ったけど完全総裁でした。3ライン消しから T スピンダブル。さあこれは3ダブの4連鎖。紫入ってるか？入ってない。赤が入ってた。5連鎖。見にくい。さあこれもかなり穴腹が来てて、少し掘りにくそうだ。そこに4連鎖が来る。ダブル消し。T スピンダブルから掘り連かな？掘ってって、ここまで掘る。さあ、2ダブの3。同時消しなんで火力がでかい。T スピンシングルから、テトリス。まあ、シャーナは今回は、直列で来ているので、直列のところまで掘り切れれば、まあ、問題はなさそうですね。さあ、ここまでしっかり掘り切ったんで、ここからはなんとかなりそうではあるが、再び穴腹がかなり来る。さあどうだこれは。大美濃の屋根をミスって、ちょっと焦ってますね。Tスピンシングルで、とりあえず火力は送ってるものの厳しいぞこれ。さあそこ下穴埋めたくないけど、しょうがない。ジェミノ刺すしかなくて、さあ同時消しの3ダブ4連で刺さる。まあちょっと掘り方があんまり良くなかったっていうのもありますけど、まあ追い打ちがまあ的確でしたね、マホンさんの。もうちょいいい掘り方があったとは思うけど、まあいい掘り方したとしてもおそらくかなり状況的に不利だったんで、まあ厳しかったですねこれは。やっぱりやっぱ同時消しの追い打ちが的確というか、すごい適量なんですよね。そこがやっぱ強いな。はい、じゃあまあこんな感じで今日もお疲れ様でした。良ければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではありがとうございました。